はい、みままでーす。この辺に画像を載せとくんですけど、ホームスーパーで買ったものを小分けして冷凍していこうと思います。よかったら最後までご覧ください。それでは、スタートー。はい、ということで、やっていきます。では、まずこの大量のお肉から小分けしていきます。まずこちらの鶏ミンチから分けていきます。これはね、もう普通にジップロックに入れます。大体ね、2回分ぐらいで入れていきます。超多い。はい、こんな感じで2回分に分けました。こんな感じで鶏ミンチって書いておきました。このまま冷凍しときます。次は手羽先を冷凍していきます。でもね、普通にも袋に入れていきます。2回分ぐらいかな。結構大量に入ってる、見えてなかったけど。とりあえずね、8個ずつ入れました。冷凍庫の中がね、パンパンになっちゃうので、できるだけ、ぺっちゃんこにして、冷凍しておきます。こんな感じですね。このまんま冷凍しておきます。次、こちらの、しゃぶしゃぶ用の豚バラを分けていきます。これもね、普通にも袋に3回分ぐらいで分けていきます。はい、こんな感じで3等分しました。これも分かりやすいように書いときます。はい、豚バラって書けたので、このまんま冷凍しておきます。次、こちらの豚のロースになります。これもね、このまま使う分に分けて袋に入れておきます。はい、こんな感じで3等分しました。で、この3つずつ入ってるやつが、とんかつで使おうと思ってて、で、この2つで入れてるやつを、トンテキで使おうと思ってます。ので、書いておきます。はい、かけたので、冷凍しておきます。最後、エビなんですけど、エビフライにしようと思ってるので、でもこのパックのまんまじゃ邪魔なので、これもね、普通にジップロックの方に移し替えて、冷凍しておこうと思います。できるだけね、平らにして入れます。このまま冷凍しておきます。じゃあ次、こちらのかぼちゃなんですけど、これはこのまま冷凍なので、こういうね、100均で購入した容器にいつも入れてるので、ここにね、かぼちゃって書いてるんですけど、この中に入れていきます。でもこのまんま入れると、ちょっと容器が汚れるので、これもね、ジップロックに入れてから、ここに入れます。はい、こんな感じで入れました。で、このまんま、はい、こんな感じで入れます。結構ね、パンパンなんですけど、このまんま入れておきます。で、次、ブロッコリーも同じように、ブロッコリーって書いてる容器があるので、ここに入れていきます。こんな感じで入れました。で、冷凍しておきます。ちょっとね、容器に入りきらなかった分があるので、これはまた、普通にジップロックに入れておきます。はい、このまま冷凍しておきます。続いて、オクラも入れておきます。はい、オクラもね、2等分にしました。1つは容器に入れといて、入りきらなかった分は、こっちに入れました。こちらのもやしも、この中に入れておきます。冷凍してたやつが残ってるんですけど、これちょっと袋が大きいんで、こっちに移し替えます。で、こっちも袋に入れて、この容器に入れておきます。はい、こんな感じですね。で、さっきの元々入ってた方はもう使わないといけないので、冷凍庫の上の部分のトレイの方に入れておきます。で、薄揚げなんですが、薄揚げも冷凍保存しておきます。これね、お鍋で使うので、お鍋用に切っておきます。もう一つは、お味噌汁用に入れておきます。で、袋に入れます。こっちはお味噌汁用で、別の袋に入れておきます。同じように容器に入れておきます。こんな感じですね。蓋をして冷凍しておきます。で、このおネギなんですけど、おネギも袋に詰め替えます。1つは野菜室で保存して、2つは冷凍しておきます。で、最後に野菜の炊き合わせなんですけど、これはダイソーで購入した容器に入れておきます。このね、
余った分は今日食べたいと思うので止めといて食べる時にお皿に出します。はい、ということでちょっとね多かったんですけど、とりあえず小分けにしないといけないものは小分けにしました。菜とかはもう使う時に余った分は冷凍保存したりとかしようかなと思ってるので、とりあえず菜はそのまんま保存しました。ということで業務スーパーで買ってきたものの保存方法でした。分けて冷凍しただけなので大したことはないんですけど、それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。 See you.